海芝浦駅でおなじみの芝浦支線の沿線をドライブしたいと思います。海芝浦自体はですね、2回ほど訪れたことがあるんですけれども、この動画を開いている方はご存知かと思うんですけれども、海芝浦の駅って駅から外に一般人を出ることができないんですね。それで、今回はですね、一般行動でどこまで芝浦支線の沿線をドライブできるのか試してみたいと思います。ここに橋がかかっていまして、この近辺はですね、釣り船が係留されています。全部が全部工場ではなくてですね、こういった釣り船の係留場という一面もこのエリアにはあるんですね。そしてまた左に曲がりまして、変電所と思われる横を通過しまして、鶴見線を再び越えていきます。鶴見線を越えてちょっと行くとですね、今度は芝浦支線を踏切で越えていきます。そしてこの先、東芝の私有地という看板が立っておりますが、ここはどうにか立ち入ることは可能です。通行止めにはなっていません。芝浦支線の線路と道路の間にはご覧の通り柵が整然と並んでいまして、雑草がボーボー生えているということもありません。なので非常にすっきりした印象です。右側にある建物はもう東芝の工場です。そして今205系3両編成が横を通過していきます。一応この芝浦支線複線なんですね。そしてここが、海芝浦の一駅手前、新芝浦の駅になります。車両進入禁止の看板がありますので撤収します。歩きだったらこの新芝浦に正面から入ることも可能なのかなとは思います。今回ですね、鶴見線沿線ドライブということで、大川支線、石油支線、芝浦支線の3つをご紹介しましたけれども、同じように工業地帯に立地する鶴見線の支線でも結構それぞれですね、特徴や個性というものがあるなと思いました。あとお知らせなんですけれども、一番列車本数の多い大木町支線、こちらはですね、全面展望と各駅の現地調査を行っていますので、お楽しみに。そちらもご覧ください。